さあやっていきましょうか。ストーン HQ、 まずいことになった。ちっせー、城に避難した。ターゲットと分断された。完全にちっせーな、ね、はい。どい HQ、 どい、おい、どうした。ドルワン、じゃあドルワン、ドルドルワン、どいていていてい、はい、ということでやっていきましょうか。バイオハザード R1、 再びですね、カブトムシを取っておいて、再びカブトムシ、ちょっと日本語になってない。でででででで、オッケー、ブラッバス、ブラバス、ブラバス、いた、大きいの、大きいの、オッケー、大きいの、3、あー、4匹いるか、オッケー、オッケー、ブラバゲッチュー、ブラーバー。で、ここは何もなかったんだっけ、毎回覗いちゃうけどさ、何もないんだよね。なんかありそうなんだけどね、宝物とかね。あー、ということで前回は、まあちょっとね、ドエロい打天使アシュリーちゃんとね、まあキャッキャウフフのパーティーにお呼ばれしたということで頑張ってやってたんだけど、あれ、あ、見えない壁に、見えない天井に阻まれて、ブーンということだったんですが、よいしょ、お邪魔します。なんだか大変そうだな。そうなんですよ、いろいろ私も体が変えられちゃってさ、ほんとマジ大変、助けてやって感じ。在庫は無限じゃねえ、楽勝だ。あ、全、しょぼ、さあでき、さあて、さあて、さあ、金が足りないぜ。あ、しましょ、しましょ、おか、おか、お、じゃあ、ここら辺のちょっと単体で売っても大丈夫なやつをどんどん売っていきます。ジュン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 、高値で取引だ。あざっす、高値取引しちゃってくださいよ。なんとの興味が湧いてきた。よいしょ、さあよいしょ、できた、もう一応望み通りだ。あ、まだまだだ。だんだんあんたの好みが分かってきた。だんだんあんたの改造はこれが限界だ。で、6万十分なはずだぜ。これは、あ、そっか、でもこれは意味合いもなく、まずそもそもスピン量が全然足りなかったわ。で、俺たちがこいつらをどこから仕入れてるか。企業秘密ってやつだよ。企業秘密でやつか。あー、なるほどな。でもちょっと待って、お宝だぞ。じゃあもう金じゃとても買えない。買えない、全然足りなかったね。よいしょ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 、どんな感じですかね。こんだけは十分だね。ありがとうよ。気づいたメラル、あ、そう、これでオッケー。そうそう、これだこれ。いや、めっちゃテンション高いじゃん。どうしたの。最大最強最高カスタムだ。ありがとう。てっぺんを極めちまったな。特殊スコープの方がいいかな。あえて特殊スコープにしとくか。ここで金を落とし、ね、やべえもん見ることになっても知らないぜ。また来いよ。あ、また来るよ。で、で、あ、これでも4ついるんだ。そうなんだ。へぇ、あ、ちょっと、ちょっとでもスペースがあるために。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。実況中にできるだけあんまり咳がしたくないんだけど、毎回ね、お宝ガラクタ何でもござれた。その価値を決めるのは俺たちだけどね。あと別にいらないのはないかな、今のところはないかな。もうこんだけでっかいのかな。なるほど、なるほど、こういうのもありだよね。で、ライフルを作るにはどうしたらいい。これクラ、こっちでいいのかな。あー、いいねいいね。チュキンクラフトとか意外とあれだな、ないんだな。で、クラフト7、旅、あ、違う、で、弾を預けられないっていうのがつらったんだよね。まあ、ブラックバスとかはこれ1、2とかでできるのはいいのかもしれない。あ、でも全部回復するな。じゃあいいか。で、こいつは装備入れ替え送っておきましょう。で、こいつをショートカッツ。とりあえず、こう。よし。少な !18 発。60発も持てないですね。まあ、50発もね。金金金、じゃとりあえずあれガンパウダーとかそういうのをどん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 仕込んどかないといけないって感じですね。どうしよっかなー。でもなー、いやー、ほんと怖いよね。こっからチラッと覗いているうちに後ろからばこいつらとかがなんかこう、実はエイダが始末した後だったり。何があった。しかもね、これな、完全にカッチカチにされてるもんね、これね。よし、じゃあピュッと飛び降りますか。で、ジャッとジャッとジャッと頭打ち抜けるかな。オーケー、あれ、オッケー、パーティーは終わりだ。まずい、あー、やばいやばいやばい、意識が、オッケー、ぶちのめせた、ぶちのめせた、あー、ぶちのめせてなー、いっぱい来てる、あー、ぶちのめせた、普通に、あ、いっぱい来たね、いっぱい来た、キャ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 、後ろくるっと振り返る、すごい、不自然に後ろから振り返ってる、あ、ちょちょちょ、積極的男子、よいしょ、おりゃー。
強えな。いくら弱い豆鉄砲だったとしても黒豆プレジャー先輩だったとしても、ごめんね、ごめんね、頑張りたいと思う。真っ赤っかやな。まだ来る、まだいるね。うわ、来たー。男に興味はないダンス。よいしょよいしょ、じわじわいじめていくみたい。一気にはやらないよ。あーどうさ、あ、また来た。あ、こいつ女じゃね、女だったね。女は壁に打ち付けていくスタイル、男はどんどん穴を開けていく。こっちみんなし、そうだよ、お前らよりも先にウイルスに侵されてとんでもないやつになっちゃった代表だぜ、私は。赤い低くしてヒュン、どっかからヒュンヒュン言ってる。あ、あそこか。あららららら、はい、おねんねの時間です。で、あ、ちょめっちゃ引っかかってる。あれ、もういない、あとヒュンヒュン飛ばすだけ。ヒュンヒュンだけだけか、ヒュンヒュンだけだけってのか、わけわからん。止まる。あー、コーヒー、コローリー、出たツン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 。そう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 、あの一応ね、あのネメシスもさ、やっぱりさ、バイオフォーに繋がる伏線として寄生虫を使ったDOW ということでね、あの使っている武器は教祖様のお借りしております。あれ、メリーしなかった、なぜ。お前その距離でも撃つのかよ。接近戦は、接近戦はあれか。接近戦はボウガンの方が早いってか、新しいな。入れない、入れない。あー、氷、氷ポコポコミコポコポコ、合わせてポコポコミポコポコ。オッケー、ジュワン、グレン、ゲ、イザテイクセタイ。うるせえうるせえ。で、真珠ロビーで、これでおしまいかな。アイテムは特にない。あ、これはこれから行く先だもんね。で、こっち、あ、めっちゃ、え、あ、エクスパンショールじゃ取るの忘れてたね。こっちの方で、あ、ガンパウ、まあ、ここまで戻る手ちょっとないからいいけどさ。ということで降ります。ピョン、なんかものすごい音がえぐくなかった今。ドシュドシュって言ったよ。さすがネメちゃん、重いね、サイズ不足だけど。ズーッ、じゃあこっち行け。オープンセサミー、カチャ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 、スクワッツで先にこいつらぶちのめすとかってかできないのかな。確か覗いたらほら完全にウイルスに侵されてんもんね。ウイルスじゃない、寄生虫か。こっちはお前もじゃねえかよ、もろ腕に出てきてるし。あれ、じゃあなんで一体だけしか動かなかったんだろうね、不思議。久保旅さんっていいよね、夫婦であって全国回ってた。急に何の話。あれ、ここなんか俺ピーゴピーゴ言ってない、上だっけ。こっちの方、あれ、あ、やっぱこっちだ。あったあったあった、アレキサンドラローライト、エルローライト、よし行こう。お邪魔しまんにゃおわ。いや、再会した、6年ぶりに再会した男がさ、こんななんかもう全身からなんかいろいろ筋肉がむき出しになってるのを見たらどう思うんだろうね。そのまま動かないで、レオンまさか再会したら追いかけ続けてきたやつに変わってるとは思わなかったよね。これシュールだわ。随分なご挨拶だな。いやーシュールだな。ちょっとジルに変えてみたけど、ね、ちょっと髪型に違和感があるな。髪型ってか髪色かな。すごいすごい。お、これ見えんじゃね？見えた？今。接近戦。いやーちょっともう刺さってるけどね、地味に。悪くないわね、これはシュールだわ。上手よ。おもろ。今回は誰に雇われた、6年ぶりの再会でしっかりと戦うという。知ってるでしょ、答えないって。いやー、クールな美女になって熱血感のある男に変わってっていうね。いやー、見えてたのかな。あの子の手を借りよう、ね、置いて帰りなさい。さあどうなるか、見えるかな今ならまだ。これあれだよね、間に合うわ。3じゃなくて1の方、私たちはまた1リメイクなんで、もともと1リメイクの衣装が3から持ってきて揺れてるな。めちゃめちゃ揺れてたな今。エイダで揺れるってやばいよな。さすがジルの体。そうだったわね。
話の続きはまた今度にしない？お互い忙しいしね。ああ、どうせなら見えてたら嬉しかったんだけどな。いなくなってる。お互い変わりすぎてる。もうその顔で笑うな。右目どうなってんだよ。こんなところで会うとはな。いやー、おもろいな。こんなところで会うとはな。もうまず第一声がさ、ズーッって言ってくれたら面白いのにな。よいしょ、オッケー。ブワン。これ戻ってきた時に確かこいつらも、なんか、なってるんだ。じゃ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 。どう考えてもハメハメできへん。ああ、なんちゅう角度ではめようとしてんの。ジュワン。パコン。ジュワン。え？あとは？てか、普通にあれなんだな。普通に石板の置いてあるところ地図に表示しちゃってるよ。いいのか、それで。よし。で、こっち。こいつも確か変化するんだ。先に倒しておくことできないのかね。ジュワン。ジュワン。ジュワン。で、とりあえず、こうしておいて、で、振る。違うな。ここだな。で、振る。違うな。あー、じゃあダメだ。こいつは、あ、こうだね。じゃ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 。で、じゃあ、あと、こいつ、くるっと変えて、うん、これで、OK。うん。慣れたもんですよ。順番は覚えてないけどね、今。こんなところだ。うん、そう。ネメシスさんに褒めていただいたら、もうそれで十分でございますね。こいつら、倍重はいいのかな。まあ、殺せるけど、まあ、特に別になんか、ジュワンってならない。うにゅ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 う。いいか、みんな。首から生えてくる、なんか、よくわからないウニュウニュは、あれなんですよ。枝になるんですよ。枝じゃないや、動くっていう。ここも特に何もない。オッケー。じゃあ、先進んでいきましょう。ヒューン！なんだ？寄生虫という、あ！まあでも、どうせまた戻ってくるしな。その時でいいや。あと、この先で小さな鍵使う場所あるじゃん。そういえば、ギュワー。ちょーお察ししますこいつ首がなくなってしまえばあでー首がなくなってんのには走り続ける前レボリューション寄生虫同士仲良くしようやなんで襲いかかってくんのよまあ攻撃を受ける前にやったのは俺なんだけどさどうしようかほら一文字ばかりなんだぜなんか売った方がいいもんある今のところはないよねあ、これ売ったらいいじゃん。ウェルカム。食用の価値はない。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。こんなところにある。いつも来るならいいな。ベルベットブルー売ったら何もなんの。中佐。また来いよ。すげえ数やな。さてと、ズー。あ、じゃ、下手くそ。一発目、二発目、外すとかもう。よし。もうゲスの極み乙女や。よいしょ。オッケー。あいつも撃っとく？あいつまで生きてるし。どないなってんの？オッケー。よし。こいつただ笑ってるだけだもんね。変態やん。あれをやったら、まあいいや。さあ、来い。来ねえのかよ。お待ちかねえ。さて、アンバサダー。あ、後ろの寄生ちゃんがやられちゃってるね。お首がポーンと飛んでいく。ちなみにこれさ、あっちの子とかもういるのかなって。カラスが鳴くから帰ろくらいか。いないね。うん、よし。じゃあ問題ないですね。行こう。今日は最後までとことんやっていくよ。さあ、でも来てるよね。来てる。やだ。虫だからって容赦はせん。あ、ちょ。階段に容赦されてない。めっちゃ引っかかった。で、こっちの方に、ちら。待ち構えてるの。縦向いて待ち構えてるのか。奴がこっち来てるから気をつけなっていうことを言われているんですよね。痛いんだよな。
やるじゃねえか。あ、バグってる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 。早く、今撃つんかい、遅い。あれ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。え？なんか前もここに来た時にバグった気がする。これ今食べたら？どういう感じ？あー、まあ、ちょうどいいくらいの回復力か。ほい。よし、行こう。落ちた？落ちてない。なんか見えない壁に阻まれたんだろうな、いつもな。さあ、おいで。甘いわおいでって言われてのこのこっちじゃダメよ。まあ呼んだのは俺なんだけどさ。クリアーキュチン。で、これ降りて、ヒュッ。まあ順番通り行きますか。こっちかな。で、ここを降りると。降りて振り返ると、やつがいない。はい、エスター。この距離で何もしようとしないんだもんね。ハッシャーッ、オッケー。ネミシスさん、銃の扱い方うまいっすね。ボレボレしますわ。ストーズ人事それしかないですね。まあこれ RE 仕様のスターズだな。スターズよりネミちゃんだな。おらららら、さあ宿主がいなくなったお前などに用はないのでございます。こんだけ暴れてんのに全然あれだもんね、見向きもしないもんね。燃えねえのかよ。全然燃えねえのかよ。燃えてくれてると思った。あれ、燃えていなかったっけ？あ、燃えてたー！あ、服だけ燃えてくれたらいいよ。服だけ燃えない？燃えなかったね。残念。よかったよな。さすがに、小柄な女の子ってなんか僕にとって魅力なんだよな。何の話？オープン！くるっと。さあ行こう。謎解きタイムだよー。解くほどのものもないけどね。よし、じゃあ登って、なんかいるはずだから、あいつらを、あいつらはグルメじゃない。なんでもとこに。たったたらりら。あれ、これ女？いや、あ、女っぽいな。よし、オッケー。女を後ろからハグー！ハグ。手の角度やばない。がっちり掴んで、がっちりマンデーしてる。がっちりマンデーなのになぜか日曜日に放映されるというか。よし、オッケー、オッケー。ジュワン、装飾。さあ、で、あいつが出てきた後がめんどくさかったりするんだよね。登っていきます。出すー。あー、ちなみに、ちょっと先に言っとくと、モッドで、まあ、いろいろと、レオンとかアシュリーとかの衣装を、仕込んでみて、で、どれが反映するのかっていうのを事前ちょっとね、いろいろ確かめてみたんですけど、なんか意外とね、うまくいかなかったケースがあって、そう、全パートでインディン・ジョーンズの話をしたじゃないですか。だから、インディン・ジョーンズ、やりたいなと思って、なんか2種類やったからインディジョーンズ用意してみたんですけど、いい加減にしてくれ。どっちもね、残念ながらね、インディジョーンズなんか反映しなくて、普通のレオンになったんだ。降りてくるとか言いなさいよ、親方。上から盾が、え、空から盾。ちょ、待って待って、バグったバグったバグった。あれだね、俺の気持ちがご乱心すると、こっちもバグり始めるっていうね。なんでそこ一心同体になってんだよっていう。ちょ、踊れ踊れ踊れ。小僧、お遊戯の時間だぞ。お遊戯、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 こっちから送る。確かここ2体いただろ。あそ、あの壁の向こう側に行ったら、そこは雪国だったっていうやつ。だよね、雪国来たー！いやここはどうしよっかな。ここを登っていくと大変な目に遭うから、こっち、あ、でも爆発物がないんだっけ。ここに投げるとなんかなるっけ。やめとこう。正規ルートで行こう、ちゃんとね。だからこう戻ってきたときに、まあこっちはアシュリーちゃんと探索パート、探索する、ん？探索するときのパートとしてね、戻るようにしましょう。ということで。やってきました、地獄からの使者。ぬいー。ぬいやー。またお前、
ひょいっ、そっか、あいつそのままにしてたんだ、忘れてた。え、ちょっと待って、ね、ちょっと待ってね。おーおお、目の前からすごいことになってる。えって、当たんのかよ。いって、マジか。壁とは、あれ、待って、敵どこ行った。おおおお、もう全くもって見える、あかんわ。よし、オッケー、よし、行くぜ。オッケー、走れ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 、すぎすぎすぎ、あーって食らってる、クソったれ。いけ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 、あーちょっと歩みがのろまになっている。で、左から来る、じゃあ左じゃない、右から来るから、こっち呪い、あー呪われてる。そのところにいたら、そのところにいたらお前は大変なことになるぞ。ほら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 、いい加減にしてくれ。ほら、まあ、大変なことになってるでしょ。だからもうこうなるといろいろ大変だからな。バイク来る、よし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 、ちょっと待って、先に食っとこう、これ食っとく、いたし、ここにいたら大変だ。安全な場所は俺にはないのか、やばいな。えい、オッケー、あ、食らった、生きてんのかよ。よし、オッケー、よし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 、お前まだ生きてんのかよ、おかしくね、しゃがむ、あー、くいっ、くるっと振り返って、急ぎ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 、あいってー、くそくそ、やばい、イカ様アリーナ、どんなアリーナ、よし、ああやめとこう、相手に今はできない。おお、したよしたよ、さらにムチ打ち、ほい、あ、そっち、ちょっと思ってた動きと違うことになったけど、まあ構えへんやろ。で、ここは今壁がいっぱいあるから、しとーつ、こっち、あれ、いる、あ、いるね、あー、女の子が、あ、すごい、うん、岩よりもやっぱ爆発物の方がしんどいんだろうな。で、こっち、あれ、どこ、あったあったあった、よし、オッケー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 、よいしょ、ほい、オッケー、登る、今です、今出す、アーマー壊れてるからやばいんだす。しかもこの後しばらくは会えないんじゃないか、愛しの、愛しのなんとかちゃん、なんかそもそもあれなんだよね、あの裏切られてんだよな、こいつにな、くそ、オッケー、オッケー、上に登っていっている間に後ろ振り返るとすごい降りてきて、すごい降り方してきたな、こいつ。ケツ、ケツ、ケツ、坂本、坂本。よし、行こう行こう行こう。坂本デイズ。坂本デイズってなんか漫画がすごいおすすめに上がってきてるんですけど、あれどんな漫画なんだろうね。なんか読んだことある方って、感想とかね、概要とか教えてくれたら、まあ、ネタバレとかされても多分ね、全く読んだことがないから、なんのこっちゃかわかんないから別に構わないんだけどさ。おー、ちょっと待って、ちょ、あいって、嘘やん、壁とは。じゃあ、食う。ほい。わー、回復薬が、まあまああるな。やるか。ほい、急げ。あー、外した、思いっきり外した。めっちゃ、乗ってる。ドゥフー。顔ちゃんと、いや、普通に商人だな。商人、まさか商人がここにまで出てくると思ってなかったかな。よいしょ。おーおーおおおおお、商人、オッケー、ヒュン、オッケー、よし、これで開通だ、これで開通、貫通、ほい、おります、貫通開通。まあ次回ここに戻ってくるっていうところからやっていきましょうかね。はーい。で、それはいいんだけど、ほい、
ほいっと。え、あ、そっか。うわー、バケシャーリン。持てて曲がってないけど大丈夫？よし、逃げる。ほいっ。よいしょ、危ない危ない。大丈夫、地面に指がめり込んでるけど。落ちます。これとかもさ、あの落ちたふりしてさ、あのそこに実はしがみついててさ、ほら、溶鉱炉のさ、なんか近くにいたら、あの落とされるみたいなやつあったじゃん。あれをこっちで再現しても面白かったかもしれないですね。っていうちょっと鬼畜仕様の話をしながらここを開けるとジョン。気づけ。あ、でも何もくれないのか。残念。あれ、ここ何もなかったっけ。何もないのか。残念だ。アシュリー、どこにいるんだ。どこだ。アシュリーちゃんどこだ。よし、オッケー。ジョン。よし、開けて、ここ閉めとく必要な、あ、そっか、閉めてないとアシュリーが向こうに行っちゃうからっていうので、さあ、お兄さんがやってきたよ。今回のアシュリーちゃんはなんと、懐かしのあの格好でございます。来ないで。ああ、プルンプルンしてるな。この服装ってあれなのかな？普通に、ノーブラ？それともヌーブラ？あの時、私？私、自分じゃなくなった。どうする皆さん、この格好のまま次行く。でもやっぱね、ワンカットはあれだもんね。てか上半身のバランスどうなってんのよ。もうあなた全身寄生虫だらけよってなるよね。怖がっていいんだ。このまま隣に来たらどうなるかっていうところですかね。でも逃げない。前に踏み出すんだ。オーケー、前に踏み出しましょう。助かる方法を探そう。一緒に。私にできるかな。できるさ。そんな格好してるんだもん。そんな大胆なあなただったら。俺のナイフは取らないでくれ。俺のナイフ。まあそうだね、銃じゃないからね。俺のマグナムじゃないからまだ安心か。ね、もしマグナムだったとしたらね、相当ね。ああ。はい、ということでね、もう本当こういう話しかできないですからね。たまには真面目な話する？うん、いつかね。ということで、今回もね、動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ね、楽しんでいただけたでしょうか。装備の入れ替えで特に預けるべきものはないかな。ないですね。はい。じゃあ、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思いますので、チャンネル登録ボタンを押して、明日もお待ちください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。